加納久ヒ大正8年2月26日は、幕末の上佐国一の宮藩主、明治、大正時代の政治家である。帝国議会、地方行政はもとより、教育、司法、農業などの産業振興、産業組合運動、地方改良運動、赤十字、競馬会など、多方面で活躍した。開元年、立花道の次男として、 江戸の半下屋敷で生まれる。幼名は、深本次郎。安政二年の安政江戸大地震で、本所五つ目にあった下屋敷が倒壊して、下敷きとなり、自身は助け出されるが、瓦礫と猛火により、両親と住まいを失う。宗家立花氏の養子に入っていた、深川の実家、立花種行に引き取られる。兄、種行から、読書、修辞、休日の指導を受けるとともに、 剣術は、小谷誠一郎。馬術は、大坪本流岩井有吉の指南を受けた。フランス公使レオン・ロッシュの支援を受けながら老中核で、幕閣参政として、軍政改革に取り組む、兄の影響を受けて、フランス兵学に興味を持ち、佐久間正山の皇帝、有川伊に指示して、兵学を学ぶ。慶応2年、上佐一宮藩主、加納久常が急死したのを受けて、 急遽養子となり、19歳で藩主となる。新政府軍は主に、イギリスから、列藩同盟軍は主に、プロイセンから、軍事協連や、武器供与などの援助を受けていたこともあり、国入り早々近所の侍を集めて、フランス式総連を行った。母親戦争当初は反兵を率いて、回路出陣するも、演習などで死刑に遭遇。伊豆下田から陸路刑を目指すが、飛ば。 富士見の戦いには間に合わず、名古屋で将軍、吉信江戸機関の法を受けて撤退。明治元年に新政府軍に教授した。明治二年には関東の列藩の中でも率先して、反赤奉還の権議を大乗官大に法定した。奉還後は、市宮藩知事となり、廃藩知県で免職となる。可能は欧米への留学を強く希望しており、 大学南校に開校と同時に入学して、フランス語など西洋の社会、人文書学を学んだが、周囲の反対により断念した。明治6年、辻真嗣の勧めにより、文部省正し学局に出資して、従来の士族中心の教育から脱却した近代教育を指導。明治9年に、兄の立花兼行や立花秋友と,と共に、学校建設の建議と、 英国貴族の指定教育を反とする家族学校設立単位を提出した。文部省退任後、岩手県令の島伊勢に願い出て、岩手県市販学校初代校長に就任。明治12年に全国一の規模を持つ新潟学校校長を務める。同校は、生徒が学校当局に抵抗し、久しく校長が置かれない、問題校であったが、可能は、もし、君たちが、 日々の今日あえて行い、不法の行動をとり、学生の本部を誤る場合には、要は、教育界の名誉のために、400人や500人程度の学生を放逐するくらいのことは、朝飯前の仕事に過ぎないと覚悟していると訓示し、幸風の刷新を図った。また自ら国語教材や辞書の編纂に携わり、県内初の学校併設図書館の設置などを精力的に言った。 明治14年には、司法会に転じて熊谷市新裁判所長、大臣院検事、東京高層院検事などを務める。13年間司法会で活躍し、裁判官らしからぬ、裁判官として、異彩を放った。明治17年7月8日、家族礼により、死爵を授けられた。明治22年、大日本帝国憲法の発布、議員法と貴族院令が交付されると、 上院において、有職者の任務を研究する、死者同志権3回の発足に関わった。明治23年、死者の5選により、兄の種行と共に、帝国議会貴族院死者議員に選出され、明治30年7月まで務める。第1回議会では弁護士法委員、両院交渉事務規定特別委員に選出されている。第2回議会では、予算委員、 気化法案特別委員に選出されている。会派が形成される以前であったが、積極的に会合を定期的に持っている。その後、公爵中山高丸が中心となっているグループと合併するが、やがて脱退し、無所属となった。井上薫より、鹿児島県知事を打診される。当時の鹿児島は、台風や火山灰等の劣悪な自然条件に加えて、 西南戦争以後の離島と民島の清掃が頂点に達し県政が空洞化している状況であったが、南地の名ある地方の知事たるは誠に本会これに過ぎず、と改革、明治27年1月20日就任した。同年、内村勘三、二戸ベイナと東京英語学校で、同学で札幌農学校に学んだ岩崎幸下を知事顧問として招聘し、 不遍不当の方針を掲げ農業、水産、土木、教育の諸事業に積極的に取り組んだ。農会の設置と系統化を通じた農業の近代化と生産力の向上に努め、米の生産量を75%増収し、みかん、お茶、さつま焼きなどの特産品を奨励した。加護鉄道の新設、鹿児島港の近代化、道路などインフラ整備にも尽力し、 大きな成果を上げる。教育の面でも全国に先駆け、小学校の授業料を無料化し、遅れていた、就学率を男女とも全国のトップレベルに引き上げたほか、中学校の増設、高等学校の創設などに努めた。可能は、離島にも積極的に足を運び、資材を投じ自ら先頭に立つ姿勢や、知事の肩書きにとらわれない気さくな性格と、 相まって県民から親のように慕われた。西南戦争により無気力化していた鹿児島県を近代化に導き、その基礎を築いた官業知事、教育知事として高い評価を受ける。明治33年9月8日に知事を休職。離任の際に行われた送別会には3000人が集まり、歓喜は待って泣き出す県民も少なくなかったという。 明治36年9月7日、給食満期となり正式に退官した。鹿児島県知事を退任すると、東京都入り荒井村に居住した。ここでは、学務委員として、地域の教育振興にも努め、明治35年7月、英国の共同組合を見本に、大森山王の辞典を事務所にして、妻と二人で手作りで帳簿を揃えて、 都内最古の入りや荒井信用組合を設立し、荒廃していた地域を模範村に変えていき、村民から慕われる。同時期の明治35年、鹿児島県での実績から全国農事会幹事長に就任し、農業生産の拡大に尽力する。その後、帝国農会所大会長に就任するなど、全国の農政にも深く関与する。一方で、 入り洗い信用組合の運営者として全国に信用組合の模範を示し、全国農事会の幹事長の立場でも、産業組合運動の普及宣伝にも、情熱を注ぎ、全国を遊説し、その普及活動に努める。明治三十八年には、産業組合運動の振興のため、入り洗信用組合と、全国農事会の主催により、全国産業組合役員協議会を開催し、 自ら座長を務める。同年、第二本産業組合中央回復会等に就任する。こうした活動で産業組合の育ての親と称される。明治37年、日本体育会会長として、江原中学を設立する。同年7月、再度、貴族院死者区議員に選出され、死去するまで在任する。明治39年、鹿児島県知事時代から、 馬匹改良に意欲を持っていたこともあり、安大左衛門などと共に、東京競馬会の発足に尽力する。日本人による、初の馬券付き競馬を、東京大森の池上競馬場にて開催する。明治43年には、東京競馬会、日本競馬会、京浜競馬クラブ、東京女系クラブを統合して、東京競馬クラブが設立され、初代会長に就任する。 明治45年に、清占い核成率の折には、農商務省大臣就任が要望されたが、地元、市宮町民の熱望により、市宮町長に就任する。その任期中、特に農業畜産の振興、高地整理による基盤整備、名士の別荘招致、海水浴場創設と植林、青年会等各種団体の育成、一救助学校開設、 多数の事業を力強く推進した大正6年、町長退任後も名誉町長閣で毎日役場に出勤していた。同年、市宮町の農業青年70人を率いた大出卒団とともに鹿児島県を訪れる。鹿児島入りした時は、駅東黒山の歓迎陣で埋まった。最初に発した言葉は、昔植えたみかんを早く見たいであった。 大正8年2月26日、非官療養先の大分県別府温泉で亡くなる。去年72、地方自治の恩人加納子育く一作夜別府で、去年74と、東京日日新聞は報じている。葬儀は3月6日、東京や中西城で行われ、加納家墓地に葬られる。遺言は、1にも公益事業、2にも公益事業、 ただ公益事業に尽くせ。晩年も知事として赴任した鹿児島県のことを気にかけており、もしは我が輩が亡くなっても、鹿児島のことで話があったら、メイドに電話制が、家庭での口癖であったという。同年3月1日、長年の産業振興への貢献により、乱受報賞を受賞した。大正11年には遺徳を慕う、市宮町民有志の県受けにより、 町を見下ろす城山に分骨を収めた、加納喜公の墓が建立されている。墓前には、昭和18年に、鹿児島県知事、加納喜検章会から薩摩風石灯籠一体が寄贈されている。昭和18年に、鹿児島県では、記念行事が催され、また、加納知事検章会より、鹿児島県庁跡に記念碑が建てられ、一宮町の墓に、 薩摩道路が奉納されている。平成24年より、正月命日の前に、町民はじめ関係者有志による喧嘩が行われている。平成31年には、2月16日に、鹿児島県で、加納久木知事没後100年慰霊式典が行われ、市宮町でも11月3日に、没後100年記念式典が開催され、ひごにあたる麻生太郎副総理大臣記号による、 記念碑が除幕された。ありがとうございます。